開演に先立ちまして、お客様にお願い申し上げます。公演中、休憩中もマスクの着用とソーシャルディスタンスのキープをお願いいたします。また携帯電話やスマートフォン、アラーム付き時計のスイッチはあらかじめお切りくださいますようお願いいたします。本公演はお子様もご一緒に楽しんでいただくコンサートですが、演奏中のお席の移動や大きい声でのお話などはご遠慮ください。小さなお子様のご参加も大変嬉しく思っていますが、泣き声など著しくなってしまいそうな場合にはロビーにございますモニターでもお楽しみいただけますので、どうぞご利用くださいますようお願い申し上げます。補聴器をご利用のお客様は正しく装着されているか今一度ご確認ください。それでは開演まで今しばらくお待ちください。
ようこそお越しくださいました。今日のコンサートのタイトルは音楽歴史音絵巻ということでお届けしたいと思っています。このプロジェクターを見ていただいたり、それから会場の入り口などにいました作曲家さんたちと写真を撮ったりして楽しく過ごしていただけたらなと思っています。お目目とお耳でひとときをぜひ楽しんでください。今私たちが演奏したのはフンメル作曲のピアノトリオのオーパス65の第1楽章です。そう、フンメルなんです、ね、フンメルさんの名前覚えて帰ってね。そう、フンメルさんという名前はあんまり聞いたことがないかもしれませんが、ベートーベンとも代わり番号に同じシリーズの演奏会で弾いて、そしてお互いの演奏に感想を言い合ったりして仲良しで過ごしていたそうです。後でもう少し詳しくお話ししますね。さて今日は皆さんと一緒にいろんな時代を旅をしたいと思っています。早速これから700年前に旅をしましょう。では出発です。今からおよそ700年前、まだこんなピアノもなく、チェロやバイオリンももっと素朴な形でした。おっと、申し遅れました。私は時の証人、地球ができるよりもずっと前からすべてを見てきた存在です。今日は呼ばれてやってきたのでどうぞよろしく。お、何か聞こえてきたようですよ。当時教会の中では美しい合唱の曲が中心に発展していましたが、小さな村の村人たちはみんなで集まって楽しくなると歌ったり踊ったりしたものでした。
ありがとうございました。その当時はインターネットどころか飛行機も車もない時代、徒歩でロバ、馬と共に旅をし移動してきた人たちは、歌に言葉を乗せて出会った人々や出来事、流行っているものなど見聞きしてきたことを伝えました。リラハープのリラも歌詞という意味のリリックから来ているんですよ。さて、次なる目的地、バロック時代が見えてきました。バロック時代の作曲家として一番有名なのはバッハかもしれません。バッハはバロック時代最後の方の作曲家ですが、私、時の証人の見てきた限りではとても家庭的な人物でした。今日はバロック時代の入り口、バッハより140年ほど前に生まれた作曲家カッチーニの曲を演奏してもらいましょう。一曲は本物で、一曲は偽物です。それにしてもなぜ偽物なんということが起こったのか聞いてみたいですよね。もしかしてあそこ、モーツァルトの顔を貼り忘れた？貼ってますか？あのね、もう特大ゲストが今日はモーツァルト、ウォルフガング・アマデス・モーツァルトってのがあそこにいるんですけど、もしよかったらなでなで しに行ってあげてください。会えなくなってんの。特別室だそうです。あ、はい。あ、ちょっとプログラムとちょっと変えてですね、本物のカッチニの方から演奏します。本物のカッチニというのは昔々の古臭いと言っちゃいけないかな、古い感じの音楽ね。ちょっとこれはね、悲しい歌なんですけども、聞いてみてください。カッチーニ、これが本物のカッチーニです。
暗いでしょ、うん、それでちょっと昔の感じね。さて今度は新しいカッチーニ、まあ偽物とも言われてますけど、偽物って言っちゃちょっとかわいそうでね、このバビロフっていう人はソ連時代のロシアの人で、まあつまり謎だらけなんですよ。なんでこういうことになったのかはもう本当に誰も真相はわからない。ただ確かなのは、このバビロフっていう人はこのカッチーニっていう名前を気に入ってて、バロック時代のカッチーニってかっこいいと思ったんでしょうね。でだから自分の作品にカッチーニ作曲っていろいろつけたらしいんです、うん、そうするとなんかもしかしたら売れたのかもしれない。カッチーニってかっこいいなって言ってね、そういう前科があるのでこういうことになっちゃったんですけど、本当はねこれから演奏するアベマリアは、当時バビロフは誰が作ったか分かんないアベマリアって言って発表したんですよ、ね、だからね多分この曲すごく気に入ってたんだと思うんですね、うん、誰が作ったのか分かんないけどすごい素敵な曲なんだよつって発表したんです。で、そのバビロフが亡くなってもうしばらくした時に、別な人がその録音 CD を出す時に、あっカッチーニ作曲にしちゃえって言ってカッチーニ作曲って印刷しちゃったっていうのが真相みたいなんですね。なんかすごくいい加減な話なんですけど、でも間違いないのはそのバビロフっていう人がとっても気に入ってこのアベマリアを作ったんだなっていうことが確かなんだと思います。じゃあアベマリアお楽しみください。Thank you.
本物のカッチーニさんの方はすごく野の花、野に咲く花のような可憐さがあって、でバビロフさんの書いた方はすごくこう一回聴いただけで忘れないようなメロディーと、それからこの和音の響きが印象的だなと思います。やっぱり、うん、そうです。そしたら今のはバロック時代の入り口だったんですけれども、バロック時代がだいぶ後ろの方になるとちょっと面白い曲があるんですが、やってみよう。もうすぐ梅雨ですよね。唐突ですが、梅雨といえばカエルですよね。カエルの歌知ってる人知ってますね。じゃあカエルの歌知ってますか。知ってる。一回歌ってもらってもいい、みんなで。ちょっと待ってください。え、時代の旅をするのでは。あれ、まあそうなんですけど、カエルは昔からいましたし。いや、そういうことではなくてですね。もしもし。はいはい、もしもし。じゃあカエルの歌を弾きます。あ、そうそう、時代の証人だからこれも時代の一つなので見といてください。聞こえてたけどね。それでじゃあカエルね、今日ねどこでもケロケロ鳴くカエルも登場します。じゃあね、どこでもケロ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 って歌ってもらっていい。せーの、ケロ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 。そう、ケロケロ鳴く前にはあっちでぴょんぴょん、こっちでぴょんぴょん飛びます。こんな風に、ね、あっちでぴょんぴょん、こっちでぴょんぴょん歌ってみようか。あっちでぴょんぴょん歌うよ。せーの、あっちでぴょんぴょん、こっちでぴょん、どこでもケロ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 。そうで、このカエルは雨が大好きね。カエル、カエルは雨が好き。いい、今の歌ってもらっていいですか。せーの、カエル、カエルは雨が好き、あっちでぴょんぴょん、こっちでぴょんぴょん、どこでもケロ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 。おお、上手。じゃあこれとカエルの重ねてみようかなと思うんですけど、じゃあ前奏を弾いたら、今のカエルの方を歌いたい人は歌ってください。カエルのの方が自信があるっていう人は
そう、あのゲーロゲーロのとこ頑張って言ってもらっても嬉しい。うん、ありがとうありがとう、そんな感じそんな感じ。じゃあ、あ、そうだ、本番行こうかな。カエル、もしもし、すいません、こちら時の証人です。あの、こういうのやめてもらっていいですか。王子様とかカエルの王様、何をかぶってるんですか。え、カエルの王様、いやそういうことではないですから。え、だってカエルの王様は絵本とかにもよく出てきたよ。もしもし、はいはい、もしもし、じゃあカエルのクオドリベいきます。すごい、今日は天才たちが集まっている気がする。ありがとうございます。今歌っていただいたのは作曲家の町田郁也さんっていう方が書いてくれました、ね、作曲家っていうとなんか大昔に生きていた人たちみたいな風に思っているかもしれませんが、今生きている動く作曲家もいます。今日会場に来てくださっていますか。いました、町田郁也さんです。今日これ弾きたいなって言ったら心よくいいですよって言ってくださって、多分ね、今年バッハの336回目のお誕生日で、で、生徒さんたちとかとバッハさんのお誕生日会とかしたんですけど、きっと町田郁也さんも300年後とかにきっといろんな人たちにお誕生日会をしてもらっている、覚えられている作曲家になっていくんじゃないかなと思っています。ありがとうございました。では古典時代に参ります。さっき一楽章を聴いていただいたんですけれども、今度はフンメルのトリオの第二楽章と第三楽章を聴いていただきたいと思います。フンメルさんは子供の時からとても才能があって音楽をするといいということで周りにも勧められました。そして、7歳から2年間、あ、そう、ベートーベンね、左利きだったらしいですよ、ね、重要な情報ですね。そうで、そうフンメルさんなんですけど、小さい時に2年間モーツァルトさんのお家に住み込みで音楽を習いに行ってました。そう、これはもう、あ、こんな感じですね、きっとね、モーツァルト楽しそうに暮らしてるなと思って見てたのか、作曲するのをこんな風にするのかと思って見てたのかよく分かりませんけれども、今日は師匠のモーツァルトさんが見ているところでフンメルさんの曲を弾きたいなと思います。じゃあ第二楽章聴いてください。Thank you.
ここでちょっとピアノの話をしますね。今聴いていただいている楽器は今現代の最先端の楽器で一番大きいサイズのピアノになります。でも最初の曲の時にはまだこの形のピアノはなくてもっと小さかったですし、あ、そうそう、これクラビコードって言いますけど、ね、小さいですよね。音も小さかったです。そしてフンメルの頃にはもう随分とピアノが大きくなって、で中のこの鉄骨はなかったんですけど、それでもだいぶ今のピアノに近い感じ。これはチェンバロなので弦をこう爪で引っかくような感じの音です。でフンメルの時にはだいぶピアノにこれに近くなってましたが、それでももっともっと軽やかな音でした。でショパンの頃にもそういう楽器が残っていましたし、鉄骨を入れるか入れないかぐらいの時代なんですけど、まあ、楽器も変わってきましたが、ショパンはロマン派の作曲家なんですけど、何が違うかというと、そうですね、心の芯に近いところ、それを表現するような時代になってきました。失礼します。はい、これから聴いていただくのはショパン作曲の幻想即興曲。この曲が描かれた頃、西側のドイツではヒトラーが政権を握り、軍隊の力をどんどん強めていった頃です。実際に第二次世界大戦が始まってしまうのはそれから4年後のことなんですね。パリに住むショパンは、祖国ポーランドに住む家族のことたちもそれはそれは心配でしたし、ショパン自身もドレスデンで再会をした幼なじみのマリア・ボジンスカ、彼女との恋が身分違いによる反対で終わってしまった時期でもありました。先ほどおっしゃっていたようにバロック時代や古典派時代と特に違うのは、心の中の一番芯に近いところを表現するようになってきたということですね。そしてそれをオクターブや半音階での激しい表現、繊細で甘さのある音などでコントラストを大きく演奏できるピアノへと変わってきたことも作品が新しくなっていった理由の一つです。準備はよろしいでしょうか。ではどうぞ。Thank you.
ありがとうございます、ショパン作曲の幻想即興曲でした。これから休憩なんですけれども、休憩明けにはフォーレのピアノトリオを演奏いたします。でちょっと聞き慣れない曲なんですが、物語仕立てにしました。なので1楽章、2楽章、3楽章とその曲のファンタジーの世界に入っていただけたらいいなと思っていますので、多分小さいお子さんも大丈夫かなと思います。もうそういう言葉とか絵はこう邪魔になるなと思う方は目をつぶって聞いてくだされば嬉しいなと思います。で字幕が2楽章は入るんですけれども、漢字ちょっとスペースの都合上漢字が入っているので、とのお隣にいる大人の方がちょっと読んで、小さい声で読んであげていただけると嬉しいなと思います。では休憩をお過ごしください。カッチーニはイタリアでしたし、フンメルはハンガリー生まれで、その後オーストリアで活躍しました。これから聴いていただくフォーレはフランスです。フランス生まれ、フランス育ち、フランスでずっと過ごした人です。そしてさっきショパン のサロン応接間がショパンのお家ではなくて貴族のお家なんですけれども、あったと思うんですが、サロン文化というのがフォーレの時代にもまだまだ盛んで、でショパンの時代よりもフォーレの時代の方がもっと画家だとか文を書く人とかいろんな文化人の人たちが集まっていたようです。でもう20世紀の作曲家なので割と響きも新しい感じに なってきています。ではフォーレのピアノトリオ1楽章、2楽章、3楽章通して聴いてください。花の頃はあっという間に終わって永遠になのかと思えるほどにハラハラとハラハラと花びらが散っていたとある日の本当の出来事です。
静かな夜。今日の空は明るいな。窓を閉めてもう眠ろうか。それとももう少しこの大好きな景色を眺めていようかと考えていたとき、遠くから蹄の音が聞こえてきたんだ。あっという間に目の前に現れたのは青い馬。嘘だろ、喋ったりしたって信じないからな。さあ旅立ちましょう。やだよ、僕はもう寝る。ちょっとお待ちください。お渡ししなければいけないものがあるんです。それは翼の生えた石と光とともに時間と空間を自由に超えられる水です。それはどうやって使うの？何のために使うの？そこは自分でお考えください。いらないし行かないよ僕は。そういうわけにはいかないのです。さあこれを持って明るい方へ旅立ってください。
眩しくて何も見えないところに着いた。見えないけど心の中で感じるたくさんのこと。ここを通り過ぎるには必要なものがある。だってお家に帰りたいもの。必要なものは多分勇気。翼の生えた石はきっと勇気の象徴なんだね。そして今を受け取ること、今をしっかり見ることで過去にも未来にも行ける。なんだかよくわからないけどそんな気がする。もうこの水もいらない。飛び込んでみる。帰り着く頃には僕はきっと一回り成長している気がするから見ててよ。Thank you.
ちは。急になんか喋れと言われましてお知らされたんですけれども、ピアソラ の, このグランタンゴ、ピアソラさんというのは、まあ、アルゼンチン出身の人で、まあ、タンゴの、まあ、割と開拓者というか、もともとのタンゴというよりはもう新しいクラシックの手法と混ぜて、我々クラシック音楽家にも演奏できるような形で残してくれたんですけれども、彼はアルゼンチン出身といっても4歳ぐらいまでしかアルゼンチンに住んでいなくて、で、まあ、4歳の時にニューヨークの方に、アメリカのニューヨークの方に行きまして、お父さんがなんか床屋だったそうです。でもお父さんの床屋さん、多分想像できると思うんですけど、まあ、南米系の人たちっていうのは、まあ、ある意味労働者としてアメリカに連れてこられた人が多いわけですね。で、まあ、ちょっと言い方が悪いですけど、低所得者だった方が多くて、まあ、当然、まあ、ギャングとかそういう世界にも入る人が多かったらしいですよね。ですが、まあ、それはご存知ですよね。なんとなく想像できますよね。で、まあ、彼 の, ピアソラさんのお父さんの床屋さんにもいっぱいギャングの方が、まあ、頭を整えにいらっしゃってて、まあ、ピアソラさん自身も非常に悪だったそうです。すごい喧嘩っ早い人で、仲間からはお前は喧嘩しないで音楽だけ書いてりゃいいんだって戒められるほどの、そういう方だったそうです。この作品はなかなか帰ってこないですね。なんか お召し替えがあるみたいで、来ましたね。そう、これはね、ロストロボビッチさんっていうロシアのチェロの、ソ連時代のチェロの巨匠に書かれた作品で、まあ、ロストロさんが非常に長い間8年ぐらい弾かないで放置してたんですね。まあ、彼そういう性格なんですけれども、よく知ってるんですけれども、それで、まあ、そのロストロさんが、まあ、久しぶりちょっと開いて楽譜を見てみたら、なんていい曲なんだってびっくりして、それで、まあ、ピアソラさんを呼びつけて、まあ、この弾き方なんか単語の感じとかそういうのを教えてもらって、まあ、世の中に出てきたという曲です。非常にピアニストとの絡みがなかなか濃厚な非常に面白い曲ですので、聴いてみてください。